準備は完了しています。いつ尋問を開始しても構いません。喜んで。何をお話ししましょうか。ヒルド様のことですか。確かに彼女の救援行動に参加したことがありますが、一人ではないです。スネークアイのチームメイトからとても重要な情報をもらいましたので。この業界の人にとって仕事で有名になることは悪いことではありません。私を、その、私のことを男だと勘違いしたようです。その後ちゃんと説明しましたが。それは気持ちは非常にありがたいです。ですが申し訳ない気分もあります。プロとして私は保護すべき相手に恋愛感情を持ちません。そんなのは無責任ですから。私を信頼してくれる雇い主には感謝しています。しかし彼らを守るのが私の役目です。他者からの評価は関係ありません。彼らはこのような解釈を。いえ、弁解はありません。すべて事実です。私は一人でチームから離れ、訪問団をスネークアイのチームメイトに任せました。その後私はコンビクトになりました。自分が犯した罪を否定するつもりはありません。後悔する気もありませんが。それはマフィアの戦争でした。マフィアのメンバーが一般市民の街に侵入したのです。マフィアのやり方はよく知っています。落ち目のマフィアなら相手が女だろうと子供だろうと容赦しないでしょう。一般市民を見捨てるわけにはいきません。
彼らの狙いは訪問団ではないと判断し、また少人数のボート程度では脅威にならないと考え、私は訪問団の護衛を同僚に任せました。たくさんの人を救うことができました。少し想定外はありましたが、問題ないでしょう。何より彼らは生きています。もう一度やり直せたとしても、私は同じ選択をするでしょう。時には取り返しのつかないこともあるんです。議会が私を許しても、私のチームメイト、スネークアイの同僚たちは私を許せないでしょう。私がやったことで、スネークアイが莫大な経済的な被害を受けることになりました。一般市民を守るとはいえ、私が裏切った事実は変わりません。一人ではやり遂げられない仕事なのに、私は命を預けるべき戦友を裏切りました。アリョーシャが、スネークアイの創業者の一人で隊長です。彼は元気ですか？スネークアイは？はい。そうですか。情報部門は何か手がかりをつかめましたか？高い技術力を持つ犯人ですね。短波通信設備と電波妨害装置を準備しておいた方がいいでしょう。それとリモート爆弾も注意しなければ。私はコンビクトです。あなたのために仕事をします。個人的な事情で外出するわけにはいきません。レーガンを守るにはスネークアイだけで十分です。私など行かなくても大丈夫でしょう。私は
本当にアリョーシャたちの意思ならば、私はこれ以上彼らを裏切りたくありません。この任務引き受けます。それは承知しています。ご安心ください。掟はちゃんと守ってみせます。